ました。バンドはしてないんで、ラメ札着ずバンドも着ずの状態ってこんな感じ。楽だね。でもなんかここがさ、なんか皮膚に当たってるんだけど、変な違和感がまだなんか逆に触れてさ。はい、こんにちは。今からお話しするのは、入院の日から退院までとか、まあ、その1日ごとメモしたことをお話ししていきたいと思います。2月24日入院当日11時に、まあ、受付ということで、朝病院時間通りに着きまして、体調確認、その時の体調確認は腹部のエコーで、問題がなければそのまま病棟に行って、12時から自分の病室に入るんですけど、まあ、その日救急が少なかったのか、もう早く自分の部屋に入れたっていうのがあったね。で、お昼までは自分たちで食べないといけないんですけど、前もって買ってたのがあったので、それを食べて終わりました。夜が病院が出すご飯以外食べちゃダメって言われたんで、消化がいいものっていうことでプリン用意してたんですけど、それはもう前もって早めに食べました。夜は好きなもの食べられません。病院が出したもの以外食べちゃダメです。で、その後2時半に下剤、液体の下剤をスタートして、で1時間で1リットル飲むペースとか、2時間飲んでくださいっていう話なんだけども、最初の 2,3 倍がゆっくり飲んでっていう指示があって、まあその1杯あたり15分10分から15かけてゆっくり飲んで、でも1時間に1リットル消化して、でいつも1時間以内にトイレが来たか来てないかというのを看護師さんに言わなきゃいけない。じゃなければちょっと行ってくださいっていうのが注意書きがあって、じゃ問題なく来ました。で、その後2時間以内にどうにか飲んで、結構トイレ来るね。いくらお尻すれば使っても、ウォシュレット使ってなければお尻はしんどい。多分ヒリヒリすると。ウォシュレット、ウォシュレット大事。で、下剤は、まあ4時半には無事終わって、で、夜が18時に夕食。で、中朝食という、まあ、ご飯でもうミキサーかけられたような液体のご飯。コーンスープとオレンジジュース。食べれないからオレンジジュースだけ飲んで、その日は終わりました。お主食以外は食べちゃいけないんで、お酢とかは飲んでよくて、で12時になったら絶飲絶食なんですけど、6時ぐらいまでは飲んでいい。で6時過ぎたら一切飲み物禁止。夕飯の後にお風呂行くんですけど、その時に底毛、あのケイソルんですけど、おへその周り、この骨盤からちょっと下ぐらいまで、お風呂はなんか争奪戦らしくて、みんながご飯中にお風呂入ったんですぐスムーズに入れました。おへその掃除もあったよね、うん、9時半に消灯して、で必要に応じて眠剤もらいます。緊張して眠れなかったら眠剤もらっていいよって言ってたんですけど、やっぱ案の定寝れなかったんで眠剤もらいに行ったんですけど、でもし眠剤欲しければ9時とか10時ぐらいの段階で早めに行った方がいいかも。次25日、朝6時から飲み物が禁止になって、朝ごはんも食べずに7時過ぎぐらいにも簡単な説明、7時25分から手術室に歩いていきます。途中までは彼女と一緒に行きます。でその後バイバイして、手術室の中に入ったんですけど、テレビで見るようなあんな大きいような手術室みたいなのはなくて、結構こじんまりとしてて、手術台が十字架みたいにこんなになってるんですよ。黒いベッドがあって、手のところがこんなって十字架みたいになってて、でベッドの幅が狭い、思ったより狭い、これぐらい自分の体も入るんだけど、こんな大きくないやつで、ベッドに上がるのも自分で上がる、自分で上がってベッドに横たわって、でこの時がその時ベッドがあったかい、ぬくぬくしてた。で枕みたいなのってなんか丸いウォーター枕なのか分かんないけど、それが頭のこのところあって、でこうなってやって、酸素マスクかな、でここに点滴やって失敗されて痛いと思ってからの違うところにやって、隣で先生が違うこうこういいよみたいな、もう先生やってたもんだけど、じゃあ我慢しからヒーヒーって顔してやったんだけど、でやって、でその後イメージだったらテレビだとなんか十数えまでに眠くなんか意識なくなりますよっていうイメージがあったんだけど、実際違くて、じゃあまず2回深呼吸してって言われて、でやって、で次何とかって言って、もう一回何とかって忘れたんだけど、もう一回深呼吸してって言われて、その後が記憶ないですもうそこからも記憶ない。でその後名前で呼ばれて起きて、でここが胃が超胃がしてて、うまく喋れなくてみたいな、ね、で目覚めて終わったんだってなって、その後急におかんがして手足ガタガタガタって震えて、電気毛布をかぶしてもらって、そこから高くなって、
でガラガラガラって押されて意識朦朧してる中、何回喋ってるけどあんまりよく分からず、ガラ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 って手病室に HCU 個室に入って、でそこで彼女と対面、自分は初めて、彼女はそばにいたらしいですけど、もう喋りきたくなかったね。そこからは先生が入れ替わった力に入ってきて、まあ、手術の説明、先生もぼんやり聞いて、一応今日はね、あれとか明日また来るねって終わったんですけど、そこからあとは2時間おきに、看護師さんがやってきて、バイタルのチェックとか点滴チェックしたりとかやって、でまあその日は何も食べれないです。食事なし、動けない、ずっと寝てるっていう状態でしたね。で、まあ、腰がもう痛くなってきて、同じ体勢だから体置き換えてもらったりしたけども、それでも寝れないから一応痛み止めでやってもらって、朝5時過ぎぐらいに起きて、5時半ぐらいにベッド起こしてもらって、っ普通に座れる状態になって、もうその時でも喋るのもある程度喋れるようになって、座れるようになって、今日立って歩けたら尿道カテーテル取りましょうねとか、あとおならが出るか出ないかっていう話、朝ごはん食べてその後カテーテル取って、で院内散歩して、で、まあ、自室に戻って、でその後彼女を来て、個室から大部屋にまた乙女部屋に戻って、で25日の補足としては湿布、腰とか痛かったら湿布処方してもらうことできるんだけど、これも早く行った方がいいです。結構来なかった、思ったより動ける状態、ほうみたいな、昨日あんだけなんかもう明日無理って思ったのがケロッとしてるっていうぐらいびっくりする。でその日の夜はぐっすり寝ました。で27日、朝8時に包帯を外してお風呂に行ってねっていう指示があって、で朝ごはんとか食べ終わって、でその後10時ぐらいに来て包帯を外してもらって、で実際お風呂に行きました。で包帯外してドレーンのあれを持ってて、そのままお風呂に行って、その時に初めて自分の平らな胸を、今日は何日、3月3日ひな祭り、手術からちょうど1週間火曜日になりました。今日の朝からドレーンの後につけてたガーゼをもう外してます。ちょまでなんか穴ぼこ、左は穴ちっちゃいんだけどね、右はなんか穴大きいよね。でもなんか埋まってると思う、ある程度ここの穴ぼこどうなってるのかね。上半身は激痛とかはないんですけど、こっちの方は盛り上がりがあって、こっちはなんかへこんでる、なんか平らみたいな感じ、厚みが違うよね。でここに今なんかちょっと少なくなったけど、ここの両サイドにエクボがあったんですけど、先生に聞いたら術後この経過していくと、この乳首がだんだんこう寄っていくらしい、寄り目に。それをしないようにするためにわざとここのエクボ作ってるそうです。で触った感覚、今まだなんか変な痛みはあって、感覚で言うと鉛筆とかさ、シャーペンとかでさ、でこのここにさ、こうやられてる時のさ、うーってくるの分かる？刺さってなくてもさ、なんかこのエールのものをさ、こんなってやった時にさ、ここにさ、うーってくるのがあるわけ。その感覚がこの辺一体に全部ある。触ったらなんか痛いだろうなっていう感覚と皮膚の感覚が違います。ここは触られてるって分かる、でもこの辺は手が動いても感覚がない。ここを指が通ってるっていう感覚とか、彼女の冷たい手でここ触っても何も感じない。でお腹の部分は食後なんでお腹出てるんですけど、この辺がオールアワザ、アワザ、アザが黄色くなってきてる。一番一応この4箇所の中に痛いのはこっちです。ここと右下は縫っていて、おへその下と左下は縫ってなくてテープで留めてるだけ。3月10日に別の先生に抜歯してもらいます。だから乳首は次回の動画で。日和死ぬほど痛いとかの激痛じゃないけど、なんか痛みが続くような感じがあるんで、時折痛み止め飲んだり、術後もまだ微熱が続いている状態です。体は元気です。手はこのぐらいまでと上がるかな。で11時ぐらいかな、ほら入って、その後11時ぐらいに外科、外来の外科のところに行って、またの形成の先生に本体ぐるぐる巻きしてもらって、でドレーンはまだ水分の量がまだあるからまだだねって言って、でその後包帯書いてもらって、このドレーンのこの管の位置、このテープが寝てるかって交換してもらったんですけど、でテープを貼り直してもらって病室もあったんですけど、この日ちょっと脇が結構痛かった。最初はこのテープを変えた時にテープに脇がひっついて引っ張られて痛いのかなと思ったんですけどね、いろいろ看護師さんに脇が痛いって言って話をして、右になったら右はちょ脇毛テープに挟まって、それ切ってもらったんですよ。左側が脇が引っかかってなかったんです
ってことは脇毛が原因じゃないっていうのが分かって、でよくよく考えたのはそのドレーンの管が通ってるって、ここの穴とこのドレーンを固定するところに糸で直接皮膚にドレーンを固定される、それが痛いっていうのが後で分かって、これはやばかったですね。眠る時もあんまり寝れなくてとか。で次の日28日は朝、まあ、普通に起きてご飯食べて、9時頃看護師さん来て、体の話とかありましたって言われて、いや今日先生まだ来てないって言って、それ聞いたのがドレーンのこの水分量が昨日が25ミリ以下になって、朝5時前ぐらいに取ったやつがもう5ミリ以下になってるって言って、多分そろそろ話してるかもって言って、もうマジかと思って、まあさすがに明日ぐらいかなとか、土日退院かなと思ってたから、そしたらその後10時に先生来て、退院ねって言われて、でそのままドレーン抜く、でドレーン抜くときに痛いって聞いてたから、で逆ドレーン抜くときに糸切るねって言う、糸パチンパチンって切ってる、その糸切るのが痛くて皮膚が引っ張られてるからと思って、でドレーン抜くときもドキドキしたんですけど、ドレーンは痛くなかった、なんか、ね、抜かれてる感あるんですけど別に痛くない、でそのドレーンこの角に入ってるのが多分20センチぐらいこの中に入ってます、だから20センチがブーって引っ張られて、15センチではないと20センチぐらいあると思う、でおーみたいな感じの感覚かな、痛くはない自分は。でドレーン抜いて単位決定して、でどうするかってなって彼女とやりとりとかして、やっぱり調整した結果も19時ねってなったんですけど、まあ、その間にこのエコーの診察がまだ終わってなくて、何があってもじゃあ19時ねっていうことでやりました。で結果まあ11時半ぐらいにエコー呼ばれて、お腹見てもらって一応問題なし、お腹のテープ、水濡れないようにしたテープがこの手術後の引っ張るテープ、ダイブルテープに変えて、でその後夕方4時ぐらいに退院の手続きしに1階に行って、で返金の手続きの際には口座番号がわからないといけないというのと、印鑑が必要で、お金自体は1ヶ月以内に返しますということでした。で今回手術が納めた金額が124万円で、と実際に引かれる金額が110万5686円か、支払い餌額134,314円が返ってくるということになります。で、手続き終わって病室に戻って16時50分にホルチューをやりました。その後夕食は食べてないので薬だけ持って帰って、19時前に彼女が迎えに来たのでそれに乗ってお家に帰りましたと。さ、めでたしめでたし。退院する際に先生から聞いたので、ドレーン抜いた後については別に何も縫うわけでもなく穴が開いたままの状態になっていて、そこにまあガーゼを当ててるだけなんですけど、ガーゼ自体はまあ 2,3 日ぐらいつけるんですけど、脇からそのなんか液体、汁、水分の中出てこなくなったらもうつけなくてもいいよということで、ちょうど今が今日から出なくなったんで脇は何もつけてないです。で胸は1ヶ月半このベルト着用です、バストバンド。その後3月10日抜歯をして、で、3月23日に腹部のエコーの婦人科の検査があって、婦人科はそこで何もなければ通院はなしです。で形成は他の日に抜歯をして、でその後手術から1ヶ月経った1ヶ月検診と、まあ、3ヶ月検診とかみたいなので時折通院が続きます。で今回胸とお腹についてあの病理検査をしてて、で胸はもともとここにしこりがあったんですけど、これ二十歳ぐらいの時からあるしこりなんですけど、これを、まあ、一応念のため病理検査を出しています。お腹子宮卵巣については、まあ取った結果何もなければ出さずに、何かあれば出すねって話だったんですけど、取った結果どっちか忘れたけど、片方の卵巣右側のところの部分が硬いっていうところがあるらしくて、この念のため病理検査を出しているそうです。次お金の話なんですけど、今回費用124万円を1ヶ月前に入金をして、で今回実際の支払額が110万5686円でした。で、差し引いて134,314円が今回戻ってきます。内訳がですね、入院費157,550円、医学管理となんか分からないけど3050円とか、処方箋1980円、注射が3610円とか、処置が1500円、この1500円は多分ドレーンのやつだったんで、手術728,600円、麻酔17,030円、検査11,070円、
病理検査が22,900円、22,900円、余分に自分は払ってる。これに細かい金額とか全部書いてあるわけで、これ見た結果面白かったのが、一番高いのね、手術とかが高いからさね、あれかなと思うけどさ、乳房切除術1つ64,000円、64,000円、64,000円、子宮付属器腫瘍摘出術両側腹腔鏡、これが129,700円。こんなもんなんだ。だけど70万っていうの見てのるさんね。そしたら酸素ボンベ40リットル、478,100円、これが一番高い。酸素そこら辺にあるさ。でもここにね置いてるけどと思うけどさ、不思議だよね。薬とかはね、安いね、ロキソプロフェン30円とかさ、薬とかは思って高くないから、痛み止めとかはバンバンもらっていいと思う。節約するっていう簡単に言えば病室、病室だけかな。ちょ、男性での大部屋になるから、全員いびきすると思ったのよ。でもずっとイヤホンしてからさ、アニメばっかり見てたからさ、何も気にしなかったけど、個室は個室でいいなと思った。ゆったりできる。そう、実は今回の手術8時間、8時半から手術室入って、17時まで手術したんですけど、12時半までに子宮卵巣の摘出は終わって、その後に胸の手術に入ったんですけど、で先に乳腺の手術をやってる時に、まず乳腺の大きさが予定より大きかったっていうことと、手術中に出血量が多かったということで、一時的にちょっと手術を中断したということがあったそうです。で、まあ乳腺無事取り終えて、しこりもこっちのしこりも取って、じゃあ乳首やろっかってなった時に、ちょっとやる前に血行を確認してから、あの前の動画でだけど、血行が悪ければ後日っていうやつ、それに当たりました。イエイじゃないけど、なんで自分の乳首は後日再手術です。3ヶ月空けてたんですけど、自分の場合は先生が言うには、予定より乳腺が大きかったので、皮膚のたるみっていうのかな、の関係を考えると、おそらく半年ぐらい空けてからやるはず、まあ、実際抜歯して、この乳首の大きさ見てから考えるかもしれないんですけど、まあ、多分やるでしょう。全然違うからね。4泊5日入院して無事退院できました。で、思いのほか体は元気です。むしろ別に今日から仕事行ってもいいぐらい全然元気だけど、まあ一応熱もあるので様子を見てますけれども、とりあえずもう手術終わったその日はもう体痛い無理と思ったけど、次の日ケロってしてるから、人間の体ってすごいなって思ったね。すごいよね、回復力が。回復力すごいって、あんな普通に歩けるんだ。マックで培った免疫力。もうそうだよ、退院の前の日か、27日の夜から、あの支え、もともと支えたらは痛いから使ってないけど、起き上がる時も腹筋で起き上がれるぐらい、全然普通だって。2日目ぐらいからお腹の力で起きれる。人生のもう1個の目標が終わったってよ。うん、終わったんじゃないよ、通過した。次に向かってる。今度とりあえず健康でいることが一番だなって思いました、うん、今後は術後の経過を写真撮って上げていきたいと思うんですけど、とりあえず今日の動画では2月27日の撮影と3月1日の撮影と今日3月3日の、術後の胸の状態を載せてます。次回からは週に1回ずつ写真またか動画を撮って YouTube でアップするのはどのペースでやるかわからないんですけど、まあ、1週間ごとの記録を残していきたいと思います。皆様たくさんのコメントと励ましのメッセージありがとうございます。ご心配していただいた方もたくさんいらっしゃいますが、この通り元気でやってます。ということで、また次回、次の動画でお会いしましょう。